まあ、丸森町の一番南に位置してますので、福島に突き出た形の場所なんですけども、まあ、丸森で一番南ということで、宮城県の一番南になっていて、ちょうど天草山系の一番北側に位置しているので、結構こう小高い山々に囲まれた地域なんですね。で、こう動植物とかも結構多様性があって、こう植生とかの南限北限って言われるぐらい、本当にこう地理的にも珍しいというか、植物性的にも珍しいとこなんです。で、まあ、住民は今高齢化率41%になってますけども、かつては一番多い時で3,000人ぐらいだって言われてるんですね。まあ、今では、1月末の時点で700人になってしまったんですけども、ちょっとやはり過疎化は非常に進んでいて、農地も荒れてきてて、山林も少し荒れてきてて、まあ、担い手もね、いなくなってきてるとかで、非常に地域としては日本の中山間地の典型みたいな感じで、それでも、まあ、ここに住んでる方々っていうのが、こう閉じられた空間の中である程度暮らしているので、この地域を何とかしようっていう意識ってものすごく高いんですよ。これは多分他の市町村とか他の地域ではあまり見られないぐらいに、みんなでこのヒッポ地区どうするっていう気持ちがすごく強くて、で、そういう方々が中心になって筆祭りであったり、たたら製鉄であったり、まあ、それこそ移住者の受け入れとかであったり、そういうことを積極的に受け入れてきて、地域活動という点では非常に盛んなとこですね。停電で電気が来なかったり、電話が通じないとか、そういうレベルはあったんですけども、安否確認とかをいろいろしてた時には、それほど住民の方は暮らし上には大きな被害というか、起きてる人はいなかったっていうふうには思ってました。で、大きく震災後に変わったのは、3月16日にここの隣の建物の旧ヒッポ中学校ってあるんですけども、そこに南相馬から200人ぐらい、避難してきた方々がいたっていうことですね。津波被災と原発被災ということで、それぞれ2つのパターンでこちらに避難をしてきた方々がいたので、その3月16日から1ヶ月ぐらいは、もうそこに来た方々をどうやって地域で支えるかっていう点が一番住民の関心事になっていたのかなというふうに思ってますね。で、4月、5月、6月とずっと混乱はしてたのも確かなんですけども、お隣の飯舘村の全村避難が始まったりとか、で、このヒッポ地区内にある町営放牧場っていうのがあるんですけども、そこの牧草が基準値を超えたとか、こうだん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 身近なところで問題が発生をしてきて、でもそういう問題が発生してきているのに、なかなか行政であ、まあ、国や県や町とかの放射能測定がなかなか始まらなかったり、ずっと住民全体がここは一体どうなんだろうっていう不安を持って暮らしてたんですね。で、ちょっとこの不安が続くのもどうかなと思っていたのと、誰もやんないんだったら地域でやるしかないんだなっていう思いがすごくあったので、まあ、地域住民でみんなでここの放射線量を測ろうって言って放射線量を測ったり、小学校とかの除染をするように町に働きかけたり、そういう面でさまざま動き始めたのが大体6月ぐらいからになってますね。もちろん4月5月もみんな心配してる人は心配してたんですけども、なかなかこう不安であったり心配だっていう声を上げづらい環境があったので、かなり声を上げるというか、ここで取り組みをすることは悩みましたね。この小さな町の中でも放射線量を測ることに対して非常に非難めいた声っていうのもやっぱりあったんですね。測ること自体がそこに放射線量があることを想像させるので、測ること自体をやめた方がいいっていった声がやっぱりありまして、で、うちの地区で放射線量マップというのを作った時も、まあ電話とか
でですね、結構直接そういうことをするのはやめろというような声もあったりとか、なんかこう、まあ、僕の中であったりこっちの地区では誰もやんないんだったら誰かがやんなきゃいけないから地域でやろうって言って動き始めたことが、こう他の人にとっては、まあ、快くないと思われたことだったのかなっていうのもあって、なんかこうそういう放射線で騒いじゃいけないって言ったような雰囲気っていうのはずっとありましたね。まあ、今でもそう思っている方もいるかと思いますし、あと今現在でもまだ丸森町や、まあ、宮城県内の子どもたちの健康診断とかね、そういう健康調査とかもしっかりと行われていないので、やる必要がないという判断をしてしまったっていうことが本当に正しい判断かっていうのは僕は違うと思うんですね。やっぱり徹底的に数値であったり状況を調べ上げて、何もないかもしれないけどもちゃんと調べるっていうような姿勢がやっぱり住民を守ることであり県民を守ることと僕は思っているので、そういう点では非常に残念だなと思ってますね。思うんですけども、震災前と比べて、震災前にあまりこう自然を生業としてこなかった人というのは結構戻られてる、ちゃんと戻ってんのかなっていうふうには元の暮らし戻ってんのかなと思うんですけども、自然が生活の一部であった人たちにとってはまだいろいろ考えてしまうこともあるんだろうなって思ってますね。山菜とかキノコとかを食べれば季節を感じるっていったものですごく節目節目とかでも大事なものだったと思うんですよね。それを奪われるっていうのはただ一つの食材を失ったっていうことじゃなくて、その人がそこで生きる暮らしそのものをダメにしてるって僕は感じてしまうんですね。でなおかつ山菜とかキノコとかってこういっぱい取れたらやっぱり分け合うじゃないですか。いいのが取れたんだよって言って持っていくんですよね。ただその持っていくものがこれ持ってって相手が喜ぶかなっていうような不安感を持っちゃったんですよね。山では持ってったら絶対、ああ取れたのよかったねって言ってくれるはずのものが、これをあの人に持ってっていいかなっていうようなものに変わってしまったっていうのは、ここで暮らす人のいろんな人のつながりであったり誇りであったり、そういうものそのものにこうダメージを与えてるんだと僕は思うんですね。ここで暮らしてる人たちってここがまあいろんな苦労はあっても好きで暮らしていて、ここの野山とかがやっぱり誇りだったんですよね。そういう自分が大切にしてるものを奪われたっていう感じを持って悔しい思いをしてるっていうのは結構聞きましたね。やっぱり直接的に仕事を失ったとか、もちろんものすごい衝撃的な事実ですけれども、それ以外に暮らしの質自体を奪われたっていうのは、なんで私ここで暮らしてるんだろうっていう、ここで今まで暮らしてる良さがなくなって暮らすことが楽しみが減ったっていうのは僕は辛いと思うんですよ本当に。放射能っていうのはただ単に数値が上がった下がっただけの問題じゃなくて、そういう暮らしの質だったり人間関係までをこう壊していくものなんだなってことはすごく感じましたね。震災前はこの筆穂地区っていうのがこういうある程度これとこれとこれとかっていうか、これを大事にしてもっとこの長所を伸ばしていけばもうすごく良くなるというか、まあ、いろんな苦労はあっても良くなるだろうなって思いでずっとみんなでそれに向かってやってきたのはあるんですね。それこそ移住者を招いて後継者を作るだとか、山菜きのことかへそ大根とかをどん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 出してって、この地区にはこんなにいいものがあるんだよって広めていくっていうことで自分たちの暮らしの質だったり誇りを高めていくっていうのがあったんですけども、やっぱ震災後それがどっちの方向性を向いて進んでいいのかが多分多くの人が見えてない、僕自身も含めてどっちの方向に向いて歩いていったらいいか分かんない状態に
なってるんだと思います。なので今は言葉は悪いですけど、闇雲に可能性があるなと感じられるものは何でも手を出さなきゃなというふうに思っています。